メタジンは、フェノチアジン形化合物で、ーパーキンソン作用や、抗ヒスタミン作用を示す、有機化合物の一種。通常、抗ヒスタミン薬として分類され、抗アレルギー作用などがあるが、古い第一世代抗ヒスタミン薬である。そのため、鎮静の副作用が強く、後に改良された第二世代抗ヒスタミン薬が、登場した。白色、または、 炭鉱白色の粉末。エタノール、酢酸に溶けやすい。日本では、商品名、ピレチア、ヒベルナで販売される。不眠症への使用は推奨されない。フランスの製薬会社ローヌプーラン社により開発された。プロメタジンは、コーヒースタミニ薬のうち最初期の薬剤であり、 持続が短く、鎮静などの副作用が短かったため、後に、第二世代抗ヒスタミン薬と呼ばれるこれらの点を改良した薬剤が開発されてきた。薬理作用として、抗コ,コリン性抗パーキンソン作用、抗ヒスタミン作用、抗アナフィラキシー作用、そして、中枢神経抑制作用を有する。これにより、鎮静作用、オート抑制作用、抗ムスカリン作用を期待した。 薬物療法がなされる。例えば、乗り物酔いによる悪死にや嘔吐を抑制する作用を有し、この効果は、コームスカリン作用に由来する。一般に、H1 受容体気抗薬は、コーヒスタミン薬と呼ばれ、プロメタジンも、通常コーヒスタミン薬として分類される。コーヒスタミン薬のほか使用例としてはかつて販売されていた。 鎮静催眠薬であるベゲタミンの成分の一つ。他、PL 配合化流にも含まれており、抗ヒスタミン作用と鎮静作用を担う。また、依存性や、乱用の可能性が低い点から、イギリスでは、OTC 睡眠薬ソミネックスとして販売されている。しかし、一部の抗ヒスタミン薬と同様に、ドパミン取り込み阻害作用を有するとされ、モルヒネに合わせて用することで、 複側皮蓋やのミュジュ容体に結合し、側座角に投射する A 天神経を興奮させ前流論からのドパミンを放出させるモルヒネの作用とプロメタジンによる前ニューロンのへの再取り込み阻害は相乗的に働き、モルヒネによる多効感を飛躍的に高める。高齢者でのアレルギー反応の治療には、 第一世代抗ヒスタミン薬であるプロメタジンではなく、第二世代抗ヒスタミン薬が推奨される。不眠症、特に慢性の場合に第一世代抗ヒスタミン薬は、推奨されない。日本においては、ピレチア、ヒベルナという商品名で発売されている。ピレチアは、錠剤と採粒剤で、ヒベルナには注射剤も存在する。適応は多岐にわたるが、 主に下記の通りである。通常、成人には、プロメタ人として、5から 25mg を1日1から3回、分割傾向投与する。新鮮麻痺、パーキンソニズムには、プロメタ人として1日、25から 200mg 適宜、分割傾向投与する。重大な副作用としては、悪性症候群が知られている。また、生徒作用を有するため、 他の薬剤による中毒、頭蓋内線巨勢病変によるオート症を不健在化することもある。ありがとうございます。